皆さんこんにちは、ダイスです。今回はドラクエビルダーズ2やっていきましょう。コードプレイでダイスアフレコでお送りします。多分ここからボス戦になるので戦いに行きましょう。はい、マギールのために島の緑を取り戻すんだ。ビルダーズの時に戦い方結構いろいろ方法があったはずなんで、どうなるかわかんないんですけど、行ってみましょう。ヒババンゴ戦、鎖をもたらす大猿、一度壊しちゃってサイズをここまで作り上げるとは、一から作りました。もう絶対に胎児を守るんだ。行くぞ。お前たちよく言った、みんなであいつをぶっ倒すぞ。やばい、破壊神様の生贄にするんだって言われてるね。拠点を壊そうとしている。どうすんの。まずい。あ、戻った。 2% 壊れちゃった。何度もあのでかい図体で転がってきたら壊れるよね。どうにか止める方法を考えないと。手下を呼んだ。5体とりあえず倒そう。どうやって防ぐのか。メルキドとかの時ってゴーレム防ぐのに、あのメルキドシールド持ってたんだけど、シールドないしな。なんか投げてる。何それ。バナナの皮、これ使うのか。わかんないけど置こう。怪我はないか。食ってる。あ、しかも捨ててる。ひどい。ひょっとするとあれを使えばやつの動きを止められるかもしれない。こう言ってみる。拠点を壊そうとしている。あ、バナナの皮で転ばせろ。あ、滑った。今がチャンスだ。すごい転び方してたよ。これか。 HP がめっちゃ高いね。とりあえず削ります。あとはバナナの皮は滑るとなくなるんだ。で、下倒したら多分またバナナなんで備えます。奥に落ちてるんだよね。もうちょっと手前に投げてくれればいいのに。手前。これで残り1。はい、繰り返しだね。でバナナ置こう。どこ来るか分かんないんだけど。うーん。やめてくれやめてくれ。バナナ。さらに怒り出した。どうしよう、どこがいいのかな。いやあってバナナも置きたいのに。よし、抜け切ったんで置こう。正面、多分それで転んでくれるんじゃないかな。怪しい。いや、場所が場所が一応あるけど、そっち、ここにしとこう。なんか怪しいよね、一個。あ、こけたこけた。これでいけるんじゃないかな。もうちょっとみんな早く殴ってくれ。もうちょっと来たー。長かった。倒した。これか。
始まりの一葉を手に入れた。いやー、バナナの皮は消えないのかな、消えるのかな。バトルコンプリート。ババンゴのやつ倒したぞ。壊れた建物を修復するぞ。結構壊されましたね。やっつけてくれてありがとうございます。始まりの一葉と、あ、キャベツ、小麦、キビ、トマト、かぼちゃ、これで作れるようになるかな。作業台で風の雫を作ってみます。作れる。よっ、できた。あれ、いない。いないね。下？下側にいるんだ。報告先にしないとですね。星が3。あ、来た来た。風の雫ができたんですね。ようやくできたか。始まりの一箱のここにもいろいろな素材が必要だったみたいだな。5つの作物使いましたね。これで開放できる。目印の場所にかけてください。目印の場所多分上だよね。1段目、2段目、3段目、真ん中だ。ん？うわー、びっくりした。すごっ。え？治ったてか、ほんモンゾーラに緑が戻った。完全制覇。若きビルダーよ、私をモンゾーラの新たなる大樹として完成させてくれたのですね。恵みの風が吹くでしょう。ものづくりに感謝します。ん？うきゃ、見てください、島に緑がこんなに。大樹が完成した夜、宴が開かれた。思いを馳せながら新たな大樹を見上げ頬張る。すごいな。そして夜が明けた。昨日は遅くまで盛り上がりましたね。おかげで新しい大樹が出来上がりました。大樹ができたのは、わらやビルダーがいたからじゃないよ。みんなすごかったね。なんとなく分かった気がするぜ。どうしても譲れないもの、形にしたいものっていうのが夢なんだろう。その通りだ。我が輩の夢は村長になることだ。今まで本当にありがとうございました。相談も、何、大切なこと。開拓する仲間を探しに来たんですよね。そうだった。二人と一緒に空っぽ島に行きたい人がたくさんいるみたいです。皆さんと話してきてください。そうなの、うん、緑が戻ったっす。ところで帰っちゃうって本当なんすか。本当っす。もっともっと物を作りたいっす。一緒になって、これいい家にしたらどうなるのかな。
調子乗ったっす。バリバリ働くっすよ。一応言っとくよ、言っておくっすけど、あ、いつでも戻ってこれるんだ。この日のために用意していた素材をバッチリ持ってくるっす。すごい。緑を取り戻してくれたことを礼を申すぞ。お互いも満足じゃん。大事なことだから言っておく。みんなも手伝ってくれよ。なるほど、帰る頃合いです。なんか最後の母たるっていうのがちょっといつもおかしいんだよね。一緒に行きますか。共に開拓したい。尊重的なのは白爺がいるよね。うん、あなたの島に行きたいって連れててくれるでしょ。おーすごい、リスも多くない？何人で帰るのこれ。これまさか農民以外と一緒に帰るパターンですか。この島でやりたいことがあるんです。だってパンの香りで、あ、ソフィーは行かないんだ。妹ちゃんだけ自分の島に帰っちゃうわけ。これだけのものを作っておきながら、 あら島に連れてってくんない。だってジパゴは一緒にいるんだね。セラリンはワンワンクオン、父一緒に行く。おいおい悲しそうな目だな。こんな目されたら俺まで悲しくなっちゃうぜ。行かないのかな、わかんないや。あと2人、ミニズンは、あ、スーパーエリートになってる。うねうねしたりない。探しに来た仲間、あ、一緒に行ってくれるんだ。じゃ土はもうミミズンにお任せだね。うねりをもたらそう。あ、いたいた。美しい緑を、すべてあなたのおかげです。ヒース一番面白かったけどな。ぜひ元モンスターやったービルダー教の信者としての務めです。教祖様になり始めた。これ島の皆さんと話してきたんですね。知ったようなことを言うつもりですが、出会いもあれば分かりもあります。私はやっぱりいけません。守っていかないと。本気か、チャコちゃん。いかないのなんちゃって。あ、マギエルさんみたい。師匠の真似をしてしまいました。一緒に行きます。モンゾロには大樹があり、教団からも解放されました。平和の中発展していくはずです。よろしくお願いします。でも人数多いよね。話がまとまったのはいいが、あ、そっか、船長のとこに行かなきゃいけないね。船長どこ行ったんだろう。あれ、船着き場に船が来ています。この上なんか怪しげなハーバーの男、あれどこ行ってたの。じゃあ船着き場に行きましょう。船着き場バーン、楽になったね。っていうか人数多かった今。めっちゃ多い。ふはー、ちょうど探しに行こうとしてたとこです。開拓する仲間でやすか。そうでやす。いや、ずいぶん集めなもんでやすな。帰りとしやすか。このやすどこいたのかな。船長やすはどこにいたんですか。あ、見送りに来てくれてるの。遠かったはずなのに一緒に飛んでくればよかったよね。改めてにはなりますが、今までありがとうございました。我々にもお任せください。でも遊びには来れるんだよね、きっと。何言ってるの。面倒見に行くんじゃない、あれ。リズきっとまた遊びに来てください。どうかどうかお元気で。シャナーさん、船に乗るでやつ。出航出航出航。みんな動きが止まってるけど、まあいいか。またね、多分またねでいいと思うんだけどな。かくしてモンゾーラでの冒険を終わり、新たな仲間と共に空っぽ島へ帰っていった。到着。何もないね。安定の岩だね。あと昆布だね。
保管用袋の持ち物。もうルルちゃん、おかえりなさい。やっと帰ってきたので待ってたんだから。それで豊かにする方法見つかった？そのための仲間なの？ルーさんですね。モンゾーラという島から来ました。なんだかワクワクするっす。噂のってどういう噂なんだろう。いざとなると頼りになるのだって。白じい偉い。噂の白い大きずじ殿だな。このひげはずいぶんうさぐさいひげだけど、おお、よくわかっていらっしゃる。うっかり忘れてたのやす。あ、ポスト、手紙が届くかもしれないんだって。すごい。手紙が届いたらお知らせするでやす。これ手紙誰が運んでくるのかな。船長かな。とりあえず白爺のところに向かうみたいなんで行きます。いたいた、ただいま。よく戻った。物を作る仲間を集めてきたのだな。モンゾーラという島から来ました。この島に住まわせてください。開拓してきます。なかなか元気な娘さんではないか。確保する。家とか後でいいし。だって空っぽ島ですごいもん作りたくて仕方ないんすよ。 なんともモスたちもビルダーとな。わしは嬉しいぞ。こんなにもビルダーが。それにしてもこの島、思ってたより地面が荒れてるね。まず土をきれいにしたら、食べ物だってたくさん作れれば。すごい、緑の開拓地。島の北東にある石板、崖からピョンと飛んでみるがいい。あ、風のマントがあれば。え、みんな一緒に飛べんの？何それ。あと大事なこと忘れておったわ。小さなメダルを持ってるじゃろ。メダル交換機能を解放してやろう。わしにアクセスで解放。とりあえず石板 X でメダルもいけるんだね。ちょっと見てみますね。お宝と交換できる3枚黒縁メガネ。すごい、4枚になったらとっておきのお宝は建てごとのレシピ、ドレッサー。へー、緑の開拓地に1個あったはずじゃん。だっていろんなのできるじゃん。あ、これビルダーパズル完成させてまた取ってきたらいいよね。うわー、みんなどうやって覚えたのそれ。すげえ。どういうこと、面白いことになってる。でも獅童くんは自分で使わないんだね。なんでずっとそれ。降りるよー。これすごい、調べる。白爺が言ってた石板か。何も書かれていないじゃん。古のビルダーが残したものづくりの意思、頭に浮かんだものをがこの石板に刻まれるはず。目標が刻まれた石板をもとに開拓していくのじゃ。何だろう、この島に作るべきものか。まずは素敵な大地にしたいわね。住むところは後回しっていうなら島の景色、穏やかな村の風景が浮かんだになってたよね。もう決まったみたい。なんだろう、え、これ何、木、川、草原、森。開拓レシピできました。山作りに草原作りに森作りか。随分成長したわね。本当に作る気なんてすごいね。景色を作るんだ。ぴったりのものづくりっすよ。住むところは他のを作ってる間に作っちゃえばいい。お、どっから出したの。収納箱。ものづくりに使っちゃってね。なんだかこの人たちに物を作る気満々ね。モンゾーラの島で何があったの。いや、大樹作った。やる気が出ちゃった。みんなで島を開拓していきましょう。開拓スタートということで、空っぽ島の初めての開拓、次回から進めていきたいと思います。
この動画が少しでも良かった方は高評価のボタン、チャンネルのご登録、コメントよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。